皆さんこんにちは、じまです。今回はですね、すんごいめっちゃごっついカメラが届きましたっていったところで紹介していきましょう。D6 です。嘘でしょと。早速冒頭からテンションおかしいんやけども、どないしたんっていうところなんですが、D6 が手元あったらこれぐらいのテンションにならんと逆におかしいでしょうっていったところで話していきましょう。昨年6月にですね、登場したフルサイズ一眼レフカメラ、ニコンが、光学機器ですよね。カメラとかレンズを含めた光学技術を世界にですね、これでもかと。日本の力はこんなもんじゃねえぞというところでね、バンバン見せてくれてるカメラメーカーさんのフラグシップ機ですよ。一番すんごい技術を濃縮したカメラです。これを開封しながら、外観であったり、シャッター音とか、利用予定のレンズのラインナップであったり、あとは皆さんのね、リクエストみたいなものをコメント欄に書いてもらえたらなと思います。で、結果、今回の動画見ていただいて、この D6 という一眼レフカメラのですね、フラグシップ機の特徴っていったものを、把握できる内容になればなと思います。それのね、第1弾になります。今回もじまチューブスタートです。じまチューブ。はい、改めまして、じまです。いつもですね、動画ご視聴いただきまして、ありがとうございます。このチャンネルではですね、カメラに関すること、今回で言うと主役はニコンの一眼レフ。カメラですね。フラグシップの D6 になりますね。カメラの情報であったり、撮影に関する技術っていったものを、毎週ですね、配信しておりますので、ぜひ初めての方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、私のね、動画恒例の三方よしを目指していこうかなっていったところで、つまりですね、あんたが好きなね、ニコンっていう企業の、ごっついめっちゃ値段高い、すごい高品質な、カメラ借りたから自慢しとるだけかいやっていう風に受け取られるね方もいらっしゃるかもしれないんですけども、ただそういった考え方はなくてですね、視聴者様と、企業様、そして私自身に、価値ある三方よしとなることを目指しています。なので私が楽しむだけであれば、動画をね撮らずに黙ってこっそり箱開けて静かに写真撮りに行って、よしよし D6 撮れたって楽しんでたらいいんですけども、それはねちょっと面白ないんでね、やっぱり企業の顔となる、この D6 というカメラですね、この商品が配信者にどういった印象ですね、私にどういった印象を与えて、で視聴者様が何に興味を持つのかっていうのを、この動画はおそらくニコンの関係者様も見ているはずです。だって自分とこの商品の看板ですもん。顔の商品がどういう風に喋られて、どういう風にコメントもらってるのかっていうのは絶対興味ありますもんね。で視聴者様の役立つ動画となる側面も含めて、ぜひ D6 のここが気になるみたいなところをね、コメント欄で教えてもらえたらなと思います。早速ですね、開けていこうかなと思うんですが、まずこの状態ですね。バッテリーであったり、ネックストラップであったり、マニュアル関係っていうものが一番上に入ってました。これは、ニコンさんの貸し出し機になりますので、厳密に新品購入された方とはね、中の構成っていったものは変わってるかもしれないんですけども、こういったね、イメージだというふうに思ってください。で、ここにね、もういますね、D6 が。で、この状態やったら、いや、まだ実物見てないから信じられへんわ、っていう方もね、いらっしゃるかなと思うんで、これを外してみたらどうですか？ D6 いるでしょ？あれ？まだなんか、隠れてるけども、っていうところなんですが、ちょっと先に横見ましょうか。バッテリーチャージャーがですね、かなりでかいんですよ。これですね。このバッテリーチャージャーも、ちょっとね、後で触れておこうかなと。思います。これですね、すごくでかい。それぐらいね、大事なものなんですけども、バッテリーもねこういった形で、いつもの一眼レフの、よくある700番台とかね、そういったカメラたちよりかは圧倒的にでかい ENEL18C ですね。15じゃなくて18の C ですね。このタイプになります。でバッテリーチャージャーがねこのタイプですね。2つね一緒に装填できるというところで、やっぱりこのカメラのバッテリーだったとしても、2つね、常備するっていう撮影の、環境でね、使われる場合が多いかなと思います。で、この状態になっているので、実際にね、開けていこうかなと。その他にも、USB のケーブルであったり、様々なものがついてはいるんですけども、その辺はね、D6 いますわ。ほんまもんありました。ニコンさんからもしかしたらびっくり箱みたいに開けたらチャッチャラー言うてね、中が空っぽなんかなって思ったんですけど、ほんまもん届きましたよ。これが D6 なんですよ。はい、もうもう見とってください。もう私何も喋らんでもいいでしょ。もうこれ見てるだけでもう満足でしょ。もうこれがね、ニコンのフラグシップ機ですよ。うーわ、すごいね。やっぱりね。気になった点としては、まあ開けててね、まあ一眼レフカメラ。ニコンがね、展開する一眼レフカメラの中で、やっぱりまあ、D シリーズの中で一番でかいっていうところがあって、マイク当たってんちゃうかなっていうぐらいの、まあ、でかさがあって、まあ、誰が見てもわかる、もうフラグシップ機っていうもののね、堂々たる風格。で、先ほどお伝えさせてもらった、バッテリーチャージャーのサイズ感ですね。この存在感っていうのもやっぱりその700番台含めたいろんな、まあ、一眼レフのね、普通の入門機であったり中級機、上位機を使ってるとあまり触れることのない世界観といいますか、サイズ感のものが、まあその梱包といいますか同梱されています。で、外観全体からで見ていきますと、やっぱり本体は確かにでかいです。すごくでかいです。780、780、780。これですね。これが D780 です。780がこれ。D6 これ。でかいでしょ？まあでも780は一眼レフの中でもどちらかというとまあ小型寄りな、まあ、カメラなんで比較対象としてもどうなんかなというところがありますが、やっぱり、でかいですね。ただ、持ちやすい。そんなにでかいけども、なんやろ、違和感がなく持っていると。で、ちなみに Z5 はちょっと遠い、ここですね。こういった形です。Z5 とのサイズ感はこういった形ですね。まあ、そのミラーレスのね、カメラと比べたら、そら、全然大きさね、違うとは思うんですが、もうでもそんなに、まあ、バッテリーまだ入れてないからかもなんですけども、重量であったりサイズ感っていうところはね、っていうかその携帯性、持ちやすさかなっていうところは、やっぱこのね、縦繰り一体型っていうのはいいですよね。もうこれはもう撮ってる人からしたら、まあ、電車とか飛行機も含めてかな、もう憧れですよね。この感じ、最高ですね。で、本体がでかいんですけども、まあやっぱり掴んでみるとグリップ感がすごくいいので、あとはシャッター周りがやっぱこの傾斜ですよね。この傾斜の部分がすごく的確に設計されている。他のカメラに比べて多分持つ位置がちょっと低くなると思うんですよ。サイズでかいんでね。他のカメラはこの辺を持ってこう持つとは思うんですが、このカメラの場合はちょっとがっつり持つんで、シャッターの角度の傾斜のところもちょっとね、高めというか、ちょっと強めに設定されてて、まあ指が届く。これ日本人やからこういう感覚で、もしかしたら海外の方やったらもっとガボって、ね、バスケットボール片手で持てるような人たちがあったらガボって持てるかもしれないっていう印象ですね。で、前面を見ていくと、プレビューボタンであったり、ファンクションの1、2がこの辺りにね、設置されてます。まあ、これはね、よくある一眼レフの使いやすいポイントですね。FX フォーマットの表記はちゃんと前にあります。で、右上ではなく、左上ですよね。いつも、一眼レフの時って型番の780とかは左肩に書いてます。でも D6 は右上にここに存在してますね。まあこれはまあレイアウトのね、ここにこれがあるんでレイアウトの関係かなっていうところですね。まあ一応違うという点を伝えておいて、まあ、前面はでもそんなもんですね。まあ縦グリーのね、シャッターのところとかがあったりしますが、前面はそんな感じです。こういった形になりますね。すごいですね、これ。後ろから見てでもすごいですわ。で、上部ですね。上部のね、やっぱこのダイヤル周りっていうものがちょっと特徴的で、ブラケット撮影であったり、速攻設定、あとはモード設定がまとまってますね。で、このモードダイヤルっていうところが、下位機種に比べて、まあ、省略されてて、他の機種っていうのは、例えばオートモードとかね、シャッタースピード優先とかが、まあ、コロコロダイヤルで選べたりするんですけども、このD6 の場合は、まあ、モードをしながら自分で選んでもらうという感じですね。おそらく、まあ、使われる方がもうマニュアル一択であったり、シャッタースピード優先一択であったりとか、マニュアルだったとしても、もうシャッタースピードとかその辺はもう固定で、取ってしまうという方が多いんじゃないのかなっていう、その利用者に合わせた使い方かなというふうに思います。で、これ連写がやっぱり D6 っていうのは魅力の一つでもあるので、ぜひね、シャッター音を楽しんでみようかなと思うんですが、その前にね、ちょっとバッテリーをつけてみようかなと思います。でバッテリー周りもちょっと特徴的でして、他のカメラはねそんなにちょっとつまみペッてやって開けるだけなんですけど、この D6 の場合はぐるっとねじってバッテリーを入れます。ぐるっとねじってこういう状態ですね。でこういう状態で開けてバッテリーを、これはこっちですね、先に蓋つけた方が良かったんかもなんですが、この状態でつけてもうて、でくるっとねじって、もうバッテリーがだから開くっていう心配はないですね。よくある他のカメラだとバッテリー周りっていうのはこう跳ね上がり式ですね。こういう爪で跳ね上がってつけるタイプになります。でこのシャッター音のところを聞いてほしいんですが、今どういう状態？出荷時の状態ですよね。初期設定化されてると思うので、単車かな、まずは。これが単車です。 D6 のもうこの振動というか跳ね返りっていうのはやっぱり一眼レフですよね。しかも一眼レフの中でもかなりリズミカル、軽快な印象がありますね。これが D6 の単車のシャッター音です。いかがですかね。でですよ。でフラグシップ機っていうのは、今まで撮れなかったものが撮れるようになれるというふうに評価されるほど連写がすごいです。そのね、オリンピックなんか含めてスポーツなんかで使われる場面が多かったりするので、この連写っていうところもね、ちょっとせっかくやったら見てもらおうかなというところで、次行ってみますよ。連写です。これですね。これです。これがフラグシップ機。確かに連写がね、すごく得意なカメラっていうのも他にはあるんですけども、フラグシップ機のね連写っていうのは素晴らしいですね。でこれはせっかくなので、映像でもシャッターの動きっていうものを見てもらおうかなと思うので、ゴミがねでも入ってしまったらダメなんで、センサー周りっていうのは。なのでちょっとね、ゴミが入りにくい環境でちょっと別撮りしたものを流しておこうかなと思います。かつですね、このシャッター機構っていうのはあくまで消耗品になりますので、あまり正直今みたいなね形で切るべきではないんですけども、レフ機の魅力のね一つとして、このシャッター音とねシャッターの動きっていうものを伝えておこうかなと思いますので、ちょっとねこの辺りで別の動画を流しておこうかなというところですね。はい、今シャッターのですね、連写の時の、映像っていうものを見てもらったと思うんですけども、もうしびれますよね。もうこれこそフラグシップやっていうところで、D500 なんかも実はすごかったりするんです。APS-C のね、フラグシップ的な位置づけの、D500 っていうものもあるんですね。なので、それ含めて私がやっぱりフラグシップ機に、感動するというか、すごく魅力を感じる場面の一つだったりもします。で、後の話でいくと、背面のところを移っていきましょうか。背面周りはですね、正直、こういった状態でかなりボタンめっちゃ多いですわ。こういった形になります。で左上から見ていくとですね、OK ボタンっていうものが、独立して右下左下に左下ですね、右左がわからんなった左下に配置されてます。で LAN のステータスランプっていうものが追加されていて、あとはファンクション3が追加されてますね。で右上に行くと親指 AF が縦撮影用と合わせて2つありますね。これは縦撮影の時でも親指 AF が使えるようにという形でなってます。ジョイスティックであったり、アイメニュー周りっていうのは、いつも通りのレイアウトかなっていう印象です。後ろの、そうですね、他の一眼レフのニコンのカメラと、一緒のレイアウト感ですね。で、記録メディアっていうのがちょっとね、これ特徴的で、他のカメラって、記録メディアのところですね、実はこう写真撮ってて、めったにはないんですけども、ちょっとね持ち方とかがちょっと不安定な状態やったら、親指のここのね部分で、親指とか手のこのモニモニしたところでクイッと開いちゃう時があるんですよ。普段はもう開けよう思ってもあんま開かへんのですけど、なんで開いたんっていう時があったりするぐらい特別ロックとかはないんですね。でこういった形で開くタイプにはなってるんですけども、D6 の場合は、そういった事故を防いでくれるようにですね、蓋があって、で、ボタンがあって、ボタンを押すと開く感じです。これすごいですよね。これはやっぱりそういったその連射中であったりとか、撮影中にその記録メディアのね、スロットが空いてしまって、撮れなくなるっていうところを防いでくれる仕様やと思います。で、多くのカメラは、SD カードなんかであったりとか、CFexpress っていうのを横向きにね、プスって刺すタイプにはなるんですけども、これ CFexpress ですね。CFexpress を D6 は、ですね、後ろから前に差し込む感じになりますね。なので、いつものカメラとはちょっと違う印象という形ですね。で、装填するという印象になります。で、ライブビュー撮影っていうのが今度は右下に移動してますね。これは正直どうなんでしょうね。D6 使う方でライブビューっていうのはそこまで出番ないのかなっていうところが、なんとなくこのボタン配置から印象にあったのと、縦で使うときはめっちゃ使いやすい。ライブビュー。ただ横でとか使うときはそんなに出番なさそう。ちょっと親指が遠い感じがしますね。左の親指で食っていけるような感じですね。持ち方次第かなっていう印象です。ライブビューが一眼レフカメラでどの程度ね、フラグシップ機で出番あるのかっていうのは気になるところですね。あとはフラグシップらしい背面液晶の下にですね、サブ液晶という形でステータスが表示されてますね。で、液晶は便利なんですけども、やっぱりね、その破損の原因になってしまうようなチルト液晶であったりバリアングル液晶っていうものではなくて、埋め込まれているね、一体型っていうものを採用していると。これはやっぱりフラグシップ機を、一眼レフでね、ニコンのものを選んで使ってる方には、これが一番ベストなんやと思います。堅牢性というかね、可能な限り故障するような箇所はなくしておきたいっていうところもあると思います。で、アイピース周りもですね、特徴的で、開け閉めができるっていう面白さがあるところと、結構ね、今までの一眼レフに比べるとでかいものになりますね。でもここはね、結構重要ですよね。カメラでファインダー周りっていうのはすごく重要なところになります。で、他の機種よりも、正直筐体がやっぱりでかい分ですね。私、そんなに手ちっちゃい方ではないですが、もうやっぱり、余裕があるというかでかく思いますね。なんかもう持ってるだけでなんか筋トレになりそうな感じですね。バッテリー入れてしまうと。で、筐体がでかい分、後ろに結構スペースに余裕があるので、各機能のボタンっていうものを独立して割り当てることができます。なので、他の一眼レフのフルサイズ機なんかに比べて、あ、この機能のボタンが1個で別で下に設置されてるわっていうのは、印象としてありますね。なので、利用できるボタンが数多いので、いつもみたいにちょっと2アクション、2ステップ踏んでるようなところが、もう1ステップでピピっていけるような、慣れてしまえば、覚えてしまえばボタン配置をすごく操作性が向上するもんだなっていう印象です。ちなみに先ほどお伝えしたように、側面っていうのはバッテリーがロック式になっているので、これまた安心ですよね。他のカメラはつまみ式なんで、もしかしたらね、ペイーンって外れてしまったりもするんですけども、この D6 は、その点安心かなと思います。でもね、シャッターのところの話は先ほどしたので、大丈夫かなと思うので、ちょっとこのフラグシップっていうところにね、ちょっと開封からのテンションが少しずつ落ち着いてきたんで、話戻っていこうかなと思うと、フラグシップってあんた言うてるけどなんなんっていう方もいらっしゃると思います。複数ね、モデルがあります。D3000 系統、5000系統、7000系統。で、D500 がいて、D600 もいて、700系統がいて、800系統がいて。で、その一番、上に今いるフラグシップとして D6 というものがいます。なので、その D 系統っていう製品シリーズの中で、最も上位に君臨する、型番といいますか、カメラ、製品のモデルやと思ってください。つまり D6 っていうのは、ニコンが現行の一眼レフカメラ、昔のやつはちょっと除いてね、現行の一眼レフカメラ D っていうものがつく D シリーズの中で一番すごい機種です。もう D の一族の一番頂点やと思ってください。D の一族っていうとちょっと別の、なんか財宝を探しに行こうぜっていうのがちょっと今頭をよぎったんですけど、その辺ちょっと広げずに、ある程度、自分で言うといてなんやろうねだけど、メーカー側も販売価格のことは確かに考えると。それはべらぼうに機能をつぎ込んでもうて、めちゃくちゃ高なって、高級会社みたいな金額になったら、ちょっとさすがにね、買ってもらえなくなっちゃうと思うんで、販売価格のことはある程度考慮してますけども、お金よりも技術とか生産性の向上を重視される方に向けて、ニコンの技術者がこれでもかというぐらいですね、カメラの中に集約した、妥協のないね製品といっても過言ではないんじゃないのかなっていうのがこの、D6 といいますかフラグシップ機の存在ですね。で、製品の、素材の面も含めて高品質なものが選ばれています。フラグシップっていうものは。なので価格であったりっていう面もすごく高額になりがちなんですね。で、上位機の、さらに上にですね位置づけられている、D シリーズの顔としてですね、製品市場で圧倒的な存在感があると。やっぱり一眼レフのコーナー行って量販店でね絶対見たくなるのは D6 と、1DX のところですよね。キヤノンとニコンのフラグシップがどんどんと並んでると。ミラーレスの方に行ったらねα1 であったりとか、あとは R3 はまだ出てないとは思うんですけども、あれもね縦グリップ採用、フラグシップっていう表記はしてないんですけども、縦グリップ採用しましたよね。で、あとはZ9 が後々出てきたら、そのあたりがね、ミラーレスのフラグシップ機市場っていうのもすごく楽しみになるかなというところですね。圧倒的な存在感が他のカメラとはなんかちゃうなっていうのがわかると思います。で、Z9 っていうのは、ミラーレス一眼のね、Z シリーズの中で、この D6 とはちょっとね、立ち位置が異なるというか、さらに新たな時代っていうものを切り開く、魅力っていうものは楽しみなんですけども、未来の凄さっていうものをもう確かに待つ楽しさっていうのはあるとは思います。ただその今後、どういう出方をしてくるか、開発発表まででしか公式は発表していないので、噂はいっぱい出てるんですけどね、公式発表では開発発表までなので、その次の情報がどういったものが出てくるのかっていうのを、この待ってるタイミングに今私たちの手で触れれるものとしてニコンの技術力を集約した D の頂点となる、カメラをねここから、何本か動画、いろんな他の動画と挟みながらね、魅力っていうものを伝えていけたらなと思います。適材適所の話もちゃんとねしておきます。単純にすっごいカメラ届いてめっちゃ楽しい、ごっついわ、みんな買ってやーって言ってるような人ではないので、私はそれはよう言いませんわ。やっぱり2020年に、6月にですねこれ登場したんですね。でその時っていうのは D6 単体で、ニコンダイレクトで798,600円と今見たら表記されてました。で家電量販店価格でだいたい70万円前後っていうものを確認してます。70万円ですよ。私が学生時代に乗ってたホンダのバイクやったら7台買えますわ。どこまでもいけますね。7台買えて、で冷蔵庫とかやったら 4,5 台買えますよね。エアコンやったとしてもそうですね、10台ぐらいは買えるかな、で炊飯器になると軽く30台ぐらい買えるんちゃいます。うちそんな炊飯器、でも象印やけど、1万2万のやつなんで、2万やったとしても35台、1万のやつでちょっとセールなんかでね買えたら炊飯器70個買えるんでね、一気に70個で5合の炊飯器炊いたらどうなるんでしょうね。ブレーカー落ちるんかな、それとも意外と炊けるんかなっていう、なんかようわからん話になってくるんですけども、それぐらいの金額なんですよ。70万円言うたら旅行行けますよね、やっぱりね。海外旅行とかにも。今は行かれへんけどね、外出自粛って。行かれへんというか、行かん方がいいかなっていうところですね。で、ここに、このね、ボディの魅力っていうものを最大限発揮するグレードのレンズってなると、大三元レンズであったり、大口径の単焦点っていうものが、候補として上がってくると思います。で、そういうものを考えると、約20万円っていうのは、1本はレンズ、確保する、必要があるかなっていうのは個人的に思います。カメラめちゃくちゃええの買うたのに、レンズ節約しちゃってね、最大限の魅力っていうものを発揮できないのは寂しいので、で、あとはCFexpress ですね、先ほど入れたメモリーカードのところであったりとか、こういった、CFexpress とか XQD カードをコピーするね、メモリースティックみたいなものをね、データ転送するものがあったりとか、アクセサリー類を含めると、100万円っていうですね、予算枠を抑えておく必要が、このカメラを迎える時には必要かなって思います。で、スポーツであったりとか、動物といったものを激しく、動く被写体ですよね。連写っていうものが活かせる撮影対象。で、防塵防滴を活かした環境、自然界とかですよね。撮影に耐えること。あとは報道関係かな。私たちが日頃ニュースで見ているような報道関係であったり、すごい綺麗な景色っていったところの、時間勝負、失敗ができない。もうこの一瞬でしかないっていう瞬間、歴史的瞬間を撮る、逃すことができないっていう現場で活躍するカメラです。D6 っていうのは。個人的にはやっぱり趣味であったりとかで簡単に手を出していいカメラではないと思います。そのお金に余裕があって手を出す分には全く問題ないです。カメラは何て言うんですか、買う時とか所有することに、私は何かの資格を持ってますとか、カメラ何年やってますとか、ニコンのなんちゃら簡易ですとか、そういったものの証明書みたいなのは特にいらなくて、量販店で現金でドンって出したら、100万円ドンって出したら多分店員さんはすごく喜ばれると思います。これ綺麗なお金ですよねって、どこかから取ってきれないですよねって、ご自身のお金ですよねって、あ、そうですか、じゃあお買い上げありがとうございます言うていろいろ説明してくれて、ポイントいっぱいくれて、入り口までお持ちしますわ言うて、3人ぐらいの店員さんが頭下げてくれんちゃいます ?100 万円現金で出したら。そういう形でカメラって別にお金さえあれば買えるもので、所有することに特別制限ってないんですよね。なので少し違うかもなんですけども、例えば車とかね、パソコンなんかで考えてもらったら、例えば最高品質の国産車であったりとか、フラグシップなんでね、多分国産車のフラグシップって言い方ちょっと違うかもしれんけど、その国産車の中での、頂点の、型番であったりとか、メイドインジャパンにこだわって、そのメイドインジャパンにこだわっているパソコンメーカーが出す一番フラグシップ言うとあれやけど、一番上位のモデルみたいなものが日常で必要かって言われると、例えば仕事で使い倒すんであれば必要ですと。ただ個人的に土日に1、2時間しか使わへんのに、その品質にその値段出すっていうのはやっぱりオーバースペック気味じゃないっていうところか、費用対効果っていうものを考える必要があるんじゃないのかなってのは思います。なのですごく面白くて魅力的なカメラではあるんですけども、その購入っていうものを考えるんであれば、そうですね、ちょっと注意と言いますか、このカメラを買った後のことですね。買って使い続けれるか、このカメラが納得というか、このカメラにふさわしい機材をトータルで揃えることができるのかっていうところを、大事にしてもらえたらなというところがあります。で、D6 の魅力を探るっていったところで、私自身ですね、この D6 の前のモデルで D4 あたりとか D5 あたりってすごく興味があったんですよ。D3 あたりっていうのは私がカメラっていうものを本格的に始めたぐらいの時で、その時ってAPS-C なのかフルサイズなのかという形でフラグシップ機も揺れ動いてたとは思うんですが、それ以降はフルサイズ機になって、で D3 の時は正直現実味がなかったんですよね。自分が撮ってるカメラとあまりにも値段もレベルも全然違うもんなんで、ああそういうカメラがあるんやぐらいで、D4 とか D5 は結構本格的に興味がありました。数回触れているんですけども、 D6 っていうのはあんまり触れてなかったんですね。なんでかっていうと、やっぱ発売時期が去年の6月だったんで、外出自粛のタイミングなので、触れに行く機会っていうのがあんまりなかった。なので、貴重な機会に、この D6 っていうものが手元にあるので、私自身がですよね、撮影っていったものをこの D6 というカメラを使って楽しみながら、視聴者様と企業様の、私も楽しめるし、視聴者様も楽しんでいただける。かつ、企業様も、ああ、そういう評価を得てよかったわ、頑張って作って嬉しいわ、言うてくれるような三方よしっていうものを、目指していかなあかんなあいうふうに思ってるんです。で、撮影時の、効率化とか、このね、縦位置グリップの、魅力っていうものを最大限に味わって、どういった方にこのカメラが勧めれるのか、何が魅力的なのかっていうですね、ただ高いだけじゃなくて、高いには理由があると。しかもそれは使ってる人からすると、特になんとも違和感の感じない、それぐらいの金額取っても問題ないよねって。これが多少もうちょっと高かったとしても仕事で使うから買うよっていう人もいっぱいいるぐらいのカメラっていうのがフラグシップです。それを、私というフィルターを通してですね、比較的一般人なので普通の一般人なので比較的視聴者様に近しい目線で語ることができると思います。でレンズはですね、今のところ20mm の単焦点で風景を撮って、スナップとか人物にこの 58mm のレンズで野鳥に200から500を利用する予定です。でこの 58mm も実はニコンさんからね貸し出し提供という形なんですが、実は以前上田先生にねご挨拶する機会があった際に、同じ場にいた撮影をねされている方といろいろお話ししていく中で、その方は私の動画見てくださってたんですよ。私の動画見てくださってますというところで、しかもねこのね D780 使ってるって言ってくれてたんですよ。一緒ですねって言うて、で D780 に 58mm のねこのレンズを使って撮ってますというところで、なんかそういったご縁っていうものもね大切にしなあかんなーって思って、というかありがたいなっていうふうに思ったんで、なんかその感謝の気持ちを込めて、せっかくなんでね 58mm でちょっと撮ってみますっていったところで、このね 58mm f/1.4 のものを、今回この D6 とね組み合わせて、いろんなレンズと組み合わせて撮影はしていくんですけども、レンズがどちらかってもって思うところがあるんで、3本4本に絞ってですね話していこうかなと思います。せっかくなんでね200から500の超望遠の、ズームレンズですね、結構私使ってますが、正直ね単焦点の超望遠にね比べるとやっぱりズームなんでいろいろ劣ってしまう点はあるんですけども、実質、その10万ちょっとでね買えるレンズなので、そうですね、一番現実味のあるレンズですね。他のレンズの方が圧倒的にいいことは分かってるんですけど、私自身はね馴染みのあるこのレンズで、こういったね付け方をしてみたかったんでね、ジンバル雲台つけてね、こういった撮り方も試してみようかなと思います。なので、こういった超望遠であったり、広角レンズであったりとか、標準域のね、レンズっていったものを使って、この D6 の魅力を、数回にわたって、あんまり続くとね、みんなお腹いっぱいになっちゃうと思うんで、そのいいペース配分で、お届けできたらなと思います。今回はこの D6 の話をとにかく届いたよと、開けたよと、すごいよ、つけてみたよ、めっちゃええやんっていうところをお話しさせていただきました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。